ディフェンダーの裏へ完全に抜け出してキーパーと1対1になりかけた相手の金崎ムーに対して後ろから足にめがけて勢いよくスライディングタックルを浴びせ倒します。このプレーは得点機会の阻止とみなされ岩下は退場処分を受けましたが、それ以上にかなり危険なタックルであったため物議を醸しました。